民間の非営利団体であるアメリカ海軍研究所 USNI は2023年11月13日、日本最大級の軍艦が2024年に F-35B ライトニング2戦闘機を運用するために必要な、一連の試験を受けなければならないので、アメリカ東海岸に来航すると発表したよ。USNI が語る日本最大級の軍艦というのは、海上自衛隊が世界に誇る出雲型護衛艦のことであり、2023年11月現在、2番艦加賀が飛行甲板の形状をグレードアップし、所要の改修が施された状態で、試験航海などを実施中だな。さて今回は日本空母が大西洋でテストを試験を行う件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。すでに海上自衛艦と航空自衛艦から構成された日本側の視察団は、2023年10月末にアメリカ東海岸、大西洋沖を巡航するイギリスの航空母艦プリンス・オブ・ウェールズに乗船して、F-35B 戦闘機の運用試験を視察しているところだね。USNI ではプリンス・オブ・ウェールズが試験を実施している同海域で、空母化改修が施された出雲型護衛艦についても F-35B の運用に関する各種試験を実施しようとしているよ。日本政府並びに防衛省は2013年以降、海上自衛隊が保有する出雲型護衛艦2隻について空母化を着々と進めていたのと同時に、垂直離着陸が可能な F-35B 戦闘機の導入も計画していたんだ。F-35B 戦闘機については現時点で42機ほどの導入を予定しており、それらを運用するための飛行隊を航空自衛隊に新編し、宮崎県新富町にあるニュータバル基地に配置することも公表しているよ。九州に配置するということは、南西諸島の空域におけるスクランブル発進に最速で対応するとともに、台湾有事も視野に入れているんだろうな。イギリス海軍の空母プリンス・オブ・ウェールズは前述したアメリカ東海岸での各種テストの中で無人航空機による試験や、アメリカ海兵隊との合同訓練も実施しているため、もしかしたら同様のテストを海上自衛隊の出雲型護衛艦でも実施する可能性もあるぜ。プリンス・オブ・ウェールズは、姉妹艦のクイーン・エリザベスと並び、イギリス海軍史上最大の軍艦になる予定で、36機の F-35B 戦闘機と12機のヘリコプターを搭載する能力を備える空母だね。船体はポーツマス、ロサイス、バロー・インファーネス、クライドといった4つの地域で、BAE システムズと VT グループによって建造され、最終組み立てを行うスコットランドにあるロサイス造船所の1号艦ドックでは、クイーン・エリザベスとプリンス・オブ・ウェールズのために改修工事が行われたよ。2022年8月27日、プリンス・オブ・ウェールズはアメリカ東海岸での演習航海ウエストラント22に向かうためにイギリスのポーツマスを出港したが、出港直後に右舷推進部の結合部や舵に損傷が見つかったんだ。この事故によって演習航海は中止され、代わってクイーン・エリザベスが9月8日に出港し、そして、ウエストラント22で予定された、プリンス・オブ・ウェールズの F-35B の運用能力認定も延期されてしまったぜ。この損傷を英国放送協会 BBC はアメリカ演習に出発した直後に故障し、足を引きずりながら基地に戻ってきたと揶揄したが全く笑えないよな。プリンス・オブ・ウェールズはロサイス造船所に入居して修理を行ったが、クイーン・エリザベスの部品取りにされているとの悪質な情報もあり、ベン・ウォーレス国防大臣が一時的な応急処置と釈明する事態となったってわけだ。約9ヶ月の修理と能力強化のための改修を経て、プリンス・オブ・ウェールズは2023年7月21日に出居し、7月28日には SNS に CH-47 が飛行甲板に着艦する画像まで投稿していて、7月31日には映画トップガンマーベリックに登場するセリフをパロディ化した文章を投稿して、飛行甲板の運用を再開したことをアピールしたみたい。このようにプリンス・オブ・ウェールズには、世間の荒波に揉まれている空母でもあるね。一方で軽空母への改修が完了した海上自衛隊の護衛艦加賀が、2023年11月17日に呉基地へ帰還しており、長期間の改修を経て、本来の基地に戻ったことになるわけだが、旧日本海軍の空母加賀の進水日も11月17日であったことから、9
しくも同日となったのも運命的なものを感じるよな。派遣艦が空母化改装を進めたばかりの加賀になるのではないかと噂されているが、これは米海兵隊や英海軍の F-35B を使用して、海上自衛隊加賀の空母としての機能をチェックすることが目的だと思われるぜ。出雲級の空母化は発着艦機能の整備に加えて、艦隊内の本格的な改装は構想段階であり、既存の F-35 キャリアを参考にして課題の棚卸しをした後、26,000トンのサイズに適した空母化改装が行われるとされていることから、本級が空母としての機能を完全に備えるまでに時間がかかっても仕方ないからね。日本への F-35B の配備も来年度以降ではあるけど、日の丸をつけた戦闘機の発着艦シーンを見るのが待ち遠しいくらいだね。基本的に艦艇排水量のうち満載排水量は船そのものの重さだけではなく、燃料や乗員の体重、水や食料、積載貨物などを含めた総合重量となるわけだが、強襲揚陸艦の場合は運航関係の乗員だけではなく、上陸作戦要員とその装備も含まれているよ。上陸作戦要員がいる分だけ空母より大きな居住区が必要となるし、装備には戦車やトラックも含まれているため、車両孤島のスペースも確保しなければならないし、もちろん上陸作戦関係の重量が増えたからといって航空機の運用能力が大きくなるわけではないということは重々に承知しておく必要があるんだ。また、護衛艦加賀の空母化改装が終わったといっても、艦載機である F-35B の取得も空自パイロット整備員の養成もこれからスタートするといっても過言ではないし、それらの過程が終わったとしても搭載可能な F-35B はわずか10機に過ぎず、中国海軍や米海軍の正規空母とは戦力において比較にならないぜ。最有力となる使用方法は英国海軍空母のように米海兵隊の F-35B も一緒に派遣してもらい、洋上補給基地として運用することだと思わるな。プリンス・オブ・ウェールズは2023年7月21日に9ヶ月にも及ぶ改修と大幅な能力強化を受け、スコットランドのロサイスにあるドックから出てフォース側に入り、母港のポーツマスへの帰路に着いたね。帰路の途中で7月29日の空母プリンス・オブ・ウェールズの公式 X において飛行甲板が使用再開されましたという、ヘリコプターの CH-47 チヌークが着艦する写真とともに投稿されていたよ。その2日後の7月31日には飛行甲板の再開に際して、飛行士の皆さん、おはようございます。こちらはあなたの空母です。シートベルトを締め、トレーテーブルを元の位置に戻し、着陸の準備をしてください。フライトデッキは営業中ですという内容で、おそらく映画トップガンマーヴェリックでトム・クルーズ演じるマーヴェリックが、ドッグファイトの訓練を部下たちに行うシーンのセリフをパロディ化した投稿をしているくらいなんだ。こんなユーモアのある投稿を受け、あなたがポーツマスに到着するのを楽しみにしています。ぜひ母を連れて行きたいと思っています。ぜひ一度、ベルファストこの穏やかな海を訪れてみてはいかがでしょうか。ここ北アイルランドのファンは、あなたの栄光の姿を見たいと思っていますといった心温まるコメントが寄せられていたらしいな。いずれにしても今回紹介したプリンス・オブ・ウェールズと出雲護衛艦は台湾有事が起きた際には大活躍するだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2022年12月に時の日本の岸田政権は安全保障関連の3文書と言われる国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画の3つを改定の上で閣議決定し、2023年度の防衛予算からその大幅な増額を実現させたね。これは岸田政権が発足時より掲げてきた日本の防衛力の強化をその公約通りに政治的に進めた形ではあるが、2022年に正規したロシアによるウクライナ侵攻がその動きを、くしくも後押したと見る向きが多いな。国民からすれば増税を重ねられることになるわけだから、苦しい生活になってしまうかもしれないね。さて今回は、日本の防衛上で主戦力と目される22隻の潜水艦隊について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。故安倍首相や前菅首相の政権よりも与党自民党内における現岸田政権は、
防衛予算の増額に関してそこまで強硬に推進することを、政治的に強く標榜していたわけでもなかったように思えるけど、世論の影響も少なくなかったと映るよね。今回の安全保障関連の3文書の改定と閣議決定では、日本の防衛力の増強の柱にはスタンドオフ能力を向上させることが謳われており、その分野の兵器開発と調達に防衛予算を投入することが大きく報じられているよ。スタンドオフ能力とは、敵の防空ミサイルの有効射程圏外から日本側が攻撃可能な兵装を装備することを指してており、国産の兵器としては一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型や当初防衛用の高速滑空弾がその代表例とされているな。また一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型が実戦配備可能となるまでのつなぎとしては、アメリカからトマホーク巡航ミサイルを調達して水上戦闘艦に搭載する方向が打ち出されており、遠距離からの対地対艦攻撃能力の獲得が施行されているぜ。いずれにせよ周囲を世界で6番目の面積を有する広い領海に囲まれた日本では、その防衛力の中核はやはり海上自衛隊の存在によるところが多く、2019年度以降の最後の中期防衛力整備計画で打ち出された体制の構築を急いでいるってわけだ。ここで示されている海上自衛隊の主戦力の体制は、護衛艦54隻、潜水艦22隻、哨戒艦12隻、作戦用航空機190機であり、それらの中でも潜水艦は日本の防衛における最も重要な戦力であると言ってよいだろうね。1945年8月にアメリカを中心とする連合国との太平洋戦争に敗戦を喫し、一時は潜水艦の保有を禁じられていた日本は、1954年に海上自衛隊の発足が行われたことで、再び潜水艦を保有運用する体制を取り戻したんだ。ただしこの時点では潜水艦の建造は太平洋戦争の敗戦によって禁じられていたことから、アメリカ海軍の通常動力型の攻撃型潜水艦である加藤級の民号を貸与され、これを1955年から黒潮として運用、再開を果たしたぜ。この黒潮は海上自衛隊に貸与された後、現三菱重工業者の神戸造船所で環境等の改修工事を行い1966年まで収益。これと並行して川崎重工業者の神戸工場で1957年には戦後初の国産潜水艦である親潮が寄港されるよ。そして3年後の1960年にはこれに続く国産の林尾型2隻が寄港され、同艦はそれぞれ現三菱重工業者の神戸造船所と川崎重工業者の神戸工場で建造が行われ、今に続くこの両者による国産潜水艦の建造体制が構築されたんだ。今年2023年3月時点における海上自衛隊の潜水艦戦力は、古い方から親潮型が8隻、総流型が12隻、太平型が2隻の22隻の実戦配備となっており、これとは別に2隻の親潮型が練習用の潜水艦として残されているね。海上自衛隊の潜水艦の数が現行の22隻体制となったのは2011年度の防衛計画の大綱からで、それまでは16隻体制であり、基本毎年1隻ずつの新造艦を現三菱重工業者の神戸造船所と川崎重工業者の神戸工場が交互に収益させてきたってわけ。16隻体制から現行の22隻体制へと6隻の潜水艦の実戦配備数の増加が行われたことで、それまでは16年プラス練習艦としての数年で退役を迎えていた形が、22年プラス練習艦としての年数に引き上げられた状況だね。今の22年プラス練習艦としての年数という海上自衛隊の潜水艦の収益期間は、他国海軍の潜水艦が少なくとも30年以上は使用されていることが常であることからは贅沢な運用とも思えるが、それだけ海上自衛隊が潜水艦を重視していることの証でもあるな。また現三菱重工業者の神戸造船所と川崎重工業者の神戸工場が交互に2年で1隻を収益させる状態を維持していることで、そんな中で築かれてきた海上自衛隊の潜水艦22隻体制だけど、これを実現させたのは昨年2022年3月からであり、最新鋭の太平型のネームシップであり一番艦たる太平が就役したことで確立されたものなんだ。
海上自衛隊の潜水艦として最新鋭である大鯨型は、今年2023年3月に2番艦の白鯨も就役を迎え、同級は最終的に何隻が建造されるのかは不明であるが、今年5月には6番艦の寄港がすでに行われているよ。現状で最も旧式の親潮型が2023年時点で未だ8隻が実戦配備中であることを踏まえれば、その全てを代替するために大鯨型は、少なくとも全10隻は建造されるのではないかと、推察されているね。大鯨型は全長が 84.0 メートル、全幅が 9.1 メートル、深さが 10.4 メートル、基準排水量が3000トン、水中排水量が推定で4300トンと目されており、前級である双竜型を踏襲し、若干排水量が大型化したと考えられているみたい。また大鯨型はこちらも公表されていないため全てが推定値ではあるが、水中での最大出力は6000馬力で、最大速度は水上で13ノット、水中で18ノット以上と見られ、機関構成を同じくする双竜型の最終の2隻とほぼ同等の性能だと推察されるぜ。海上自衛隊の潜水艦は現行の親潮型、双竜型、大鯨型ともにその潜航深度はいずれも機密として明かされてはいないが、装備や建造に使用されて材質等の観点から、およその数値が推察されているからな。まずそうした中で最大値として推察されているのが、潜航深度1000メートルとするもので、これはそういう方が船体に使用している特殊鋼材 NS110 が物理的な計算上からはその数値まで耐えることが判明しているゆえだね。ついで潜航深度を900メートルと推察する見方もあり、これはそういう型が搭載する主兵装である89式超魚雷の性能が、水深900メートルに及ぶことからそれと同等ではないかという点から主張されている説だよ。ただこうした説はあくまでも特殊鋼材 NS110 の耐圧性能や、89式超魚雷の性能をもとに可能性として言及されているもので、潜水艦の本体自体はそこまで実際に到達しているとみなす見方は一般的ではないぜ。少し古い話で恐縮ではあるが、現在の日本の最大の仮想敵国である中国では2017年に双竜型の潜航深度を通常で500メートル、最大で600メートルほどと予想する記事がインターネット上で確認されたな。中国側のこの記事によれば特殊鋼材 NS110 の耐圧性能の最大値は踏まえつつも、双竜型の潜水艦としての大きさや規模を踏まえて現実的な推察を行ったと考えられ、個人的にはこれはいい線をついているように感じるぜ。しかし双竜型以降の日本の潜水艦が仮にこうした仮想敵国である中国側の見立て通りの潜航深度を有してると仮定しても、対中国艦艇との対峙が予期される東シナ海は水深はおよそ200メートルほどと非常に浅いんだ。よってそうした水深の浅い海域に日本の潜水艦が進出して作戦行動を行うことは非常な危険を伴うために考えにくく、もっと水深の深い海域に潜んで、全深度にも対応可能と言われている新型の18式超魚雷を活用する運用となるんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年10月、日本の防衛装備庁はかねてより開発を継続していた、電磁気力で弾丸を発射するレールガンについて、世界で初となる洋上における実射試験を艦艇に搭載して実施したと公表し注目を集めていたよね。当初はいかなる艦艇に開発中のレールガンを搭載してこの実射試験が行われたのは防衛装備庁サイドからは伏せられていたが、その後の報道関係者らの取材によって、海上自衛隊が現在保有する唯一の試験艦アスカであったことが判明したぜ。さて今回はこのレールガンについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。海上自衛隊で唯一の試験艦であるアスカは、住友重機械工業社の浦賀造船所によって1993年4月に寄港、1994年6月に進水、1995年3月に就役を果たした艦艇で横須賀を母港とする開発隊軍技術評価開発隊に所属しているよ。この試験艦アスカは基準排水量が4250トン、
満載排水量が6200トン、全長が 151.0 メートル、全幅が 17.3 メートルの艦隊に複数のガスタービン機関を組み合わせた COGLAG 方式の機関部を搭載、最大で出力4万3000馬力、速度27ノットを誇るんだ。ちなみに海上自衛隊における試験艦アスカは、同隊として初の司し階級の女性自衛官が乗り組んだ艦艇としても知られており、ジェンダーフリーの流れにも適応した経緯を持つことも知られているぜ。試験艦アスカは総建造費およそ278億円強がつぎ込まれた艦艇であるが、これまでにも海上自衛隊の兵装面では新型対戦ロケットの007式 VL の試験や、新型単魚雷の12式魚雷等の試験を実施した経歴を持っているな。また2017年には地上配備型の一蓋式地対艦誘導弾を艦載型とした17式艦対艦誘導弾の搭載試験にも用いられるなど、近年の海上自衛隊の水上戦闘艦に向けて欠かせない無視兵装のテストに用いられたことでも高名だと思うぜ。こうした実績を考慮すれば、今回レールガンにおいてもその試験の舞台にアスカが用いられたことは必然であったと言え、当初防衛装備庁がこの試験実施を行った艦艇名を伏せた理由の方がむしろ不思議に感じられるほどだね。かつてレールガンの艦載化の試験を行っていたアメリカや、今も継続中とおぼしき中国では、その搭載は揚陸艦などの甲板上の面積にかなり余裕のある艦艇が選択されていたこともあり、アスカの例はその点からも異例と言えるかもしれないな。さて防衛装備庁だけど、この試験艦アスカにおいて実施した洋上における実写試験の様子を、同庁の公式の YouTube チャンネルである防衛装備庁公式チャンネル上に2023年12月頭に公開、その特性を紹介しているよ。この防衛装備庁公式チャンネル上におけるレールガンについての紹介動画は、防衛装備庁の研究開発事業の進捗と題されており、わずか1分半強の短い内容でありながら、その性質を端的に示すものとなっているんだ。まずこの動画内では、冒頭に2016年に地上で実施されたレールガンの実写試験の映像が使用されており、その弾丸の推進には電気エネルギーを使用する将来的な兵装であることが述べられているところから始まるね。そして電磁力で弾丸を発射するレールガンの特性としてこれまでの作薬を使用する火砲と異なり、一弾丸の発射時の初速が非常に高速であること、に飛躍的に射程処理が延伸されていることや破壊力が大きいことを利点として挙げているぜ。加えてこれまでにレールガンの地上発射試験の発射時の弾丸の飛翔の様子をスローで映し出しており、発射後に周りを覆うカバー内から飛翔中に分離した弾丸本体が、的である金属板を貫通する様子が収められているな。この金属板は通常の水上戦闘艦の複数枚の装甲板を想定したものであるとされており、これを撃ち抜くことは対艦攻撃用の兵装として十分な威力を発揮するであろうことが期待されていると視覚的に示す内容となっているよ。動画では続けて試験艦アスカに搭載されたレールガンの洋上発射の実際の映像が流され、その後は CG で発射後の弾丸が飛翔し、敵の水上戦闘艦に命中、これを貫通するシーンがイメージ映像として映し出されるんだ。その時のナレーションでは、こうした用途を早期に実用化するために今も研究を継続している旨が語られ、映像の最後はやはり CG で空中を時間に向けて飛翔してくる敵ミサイルを、今度は空中で迎撃するイメージで締めくくられているね。今回の動画内でも紹介されていた2016年に行われたレールガンの発射試験では、レールガン本体はおよそ 6.0 メートルで、口径は40ミリメートル、弾丸の発射時の初速は秒速でおよそ2297メートルを達成、これはマッハ7弱に相当するものだったぜ。この時地上での試射実験に使用されたレールガンは単発であったとされており、今後の実用化に向けては当然連射を可能にする必要があるが、今回試験艦アスカに搭載されたものも、こうした連射が可能なものではなかったように見えるよな。さらに今回試験艦アスカに搭載されていたレールガンは、その口径も地上試験時に使用された 40mm よりも小型なものではないかとの見方が有力であり、
威力という点で実際に期待できるものか否かは未だ判然とはしていないよね。これまでに日本の防衛省ではレールガンの開発予算として、2022年度におよそ65億円、2023年度におよそ160億円を投資しており、今年2024年度もおよそ238億円を概算要求段階で求めるなど、実用化に向けた動きを加速させているんだ。現時点で日本の防衛省はこのレールガンは開発を、無人航空機の迎撃に向けたレーザー、マイクロ等のソフトキル兵器と並ぶ将来的に重要な装備品と位置づけており、今回の動画もその熱意が非常に感じられるものだったよ。防衛庁や防衛装備庁がここまで開発予算を投下し、アピールする動画まで作成していることを鑑みれば、レールガンの実用化に自信を持っていることは間違いないのだろうけど、個人的にはアメリカが同兵器の開発を中止したことは引っかかるよね。アメリカでは日本より先行してレールガン開発、その艦艇搭載での試験まで、イギリスを代表する BAE システムズ社らと共同でこぎつけていたものの、兵器として実用化することにはメリットがないと判断した経緯があるからな。これはアメリカがレールガン開発を進めていた中で、艦艇搭載用のそれはおよそ 200km ほどの射程距離を想定していたが、この射程距離をはるかに凌駕する対艦ミサイルを中国やロシアが開発する事態に直面したことによるらしい。そのためアメリカではレールガンを実用化する意味を喪失したと言われているが、そもそもレールガンの運用がそのままで可能な現行の水上戦闘艦はズムボルト級ミサイル駆逐艦程度しか存在せず、その点もネックになったと目されているぜ。アメリカ海軍の艦艇の中で主力をとどめているアーレイバーク級ミサイル駆逐艦では、レールガンの運用に必要な膨大な電力を安定的に供給するためには、大掛かりな電源設備の刷新が必要となると言われていたからね。無論アーレイバーク級に代わる次世代艦水上戦闘艦の開発も行っているアメリカ海軍だが、その新型艦 DDGX の建造は早くとも2028年以降に開始予定となっており、すぐにある程度の数が収益することにはならないよ。そうした観点からもアメリカがレールガン開発を中止したことは理にかなった判断だったとも感じられ、逆に中国海軍はアメリカですら開発を諦めたレールガンを実用化することで自国の技術力を誇示する狙いがあると考えられているぜ。日本でも水上戦闘艦に連夜が可能なレールガンを早期に実用化することは、こうした状況下では困難と思われ、せめて電力供給は比較的な容易な地上用の対艦兵装として、まず実用化することが現実的なんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。